遠山大学は中国河北省振興投資河北大外政団438号に本部を置く中国の国立大学である1958年に設置された理数系統に重点を置く大学で理系学部が数多く存在する1920年前進の ハルビン中には加工業学校創立1938年、ハルビン工業大学に、改唱1954年ハルビン工業大学は、国務院による全国重点大学の一校として、北京以外の大学で唯一選ばれる1958年ハルビン工業大学の、重型机、会計等を、父春氏、フラルキクに移転し、ハルビン工業大学重型機械学院として、 創立される1960年ハルビン工業大学から分離独立し、東北十型機械学院に、改称1980年全国重点大学の一校として、指定される1985年河北省、新高等市に、移転1997年現在の円山大学に改称中国河北省新高等市、河北大外星団438号、 スクールカラーシンボルマーク機械工学学部、材料科学工学学部、電気工学学部、情報科学工学学部、経済管理学部、建築工学力学工学学部、理学部、文法学部、マルクス主義学部、外国語学部、環境、科学学部、芸術学部、自動車、エネルギー学部、体育学部、機械、工学研究科材料科学、工学研究科電気、 工学研究科情報科学工学研究科経済管理研究科建築工学力学工学研究科理研究科文法研究科マルクス主義研究科外国語研究科環境科学研究科芸術研究科自動車エネルギー研究科体育研究科国防科学技術学院里人学院職業技術学院社会人教育学院国際教育学院 ありがとうございます。